はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、こちらのマスカレード評価ということで、ごめん結構遅れちゃったねという感じなんですけれども、まあポロポロ触ってましたね。意外とこの状況だと強いよ、この状況だと強いよみたいな感じで言われてる情報とか集めたり自分で触ったりしてたんですけれども、正直あのね、次の水有利古戦場95Hz はワンチャンあるかな。マスカレード全然フルオートで可能性あるんじゃないかなと思ってて、まああの今までのフルオートの環境変えるんじゃないかなと思います。というのもマスカレード初手シャルウィーダンス型っていうのは多分まあ考えとして出てくるんだろうなっていう、まあ、フルオートといえばアビリティ何も押さないのが当然でしょっていうのがまああったと思うんだけど、シャルウィーダンスとこのバウンスシャッセ、この2つがね強い、マジで強いです。かなりね、アチーな。実際に使ってみるとわかるけど、もう全然使える性能をしてるし、もう回転、思った以上に使いやすい。というところから、まあ、あの、フルオート界ではとりあえず熱いんじゃないかなと。普通に使うんだったら、まあ、よくわかんねえ。まだちょっと触って、もっと触ってみたいなっていうふうに思ってます。うん。でアビリティに関しては1アビが自分の回避、敵対心アップ、敵の全ての攻撃を回避、アトラクト効果、回避成功し味方全体の武闘レベルが1上昇っていうような感じですね。で、まあ、シャルウィーダンスがボールルーム、味方全体の連撃を上げて、あれですね、追撃効果、味方全体が持続性追撃効果、敵味方の連撃が上がるのか、で味方全体が持続性追撃効果を得ますよっていう効果を持ってます。でこのバウンスシャッセってのが武闘レベルを10消費、味方全体の、その代わり味方全体が必ず TA ターン進行時攻撃行動を2回行うっていう感じになってるんだよな。まあ爆発的なダメージを与えられるよっていうスキルになってるんだけど、まあこれはね、思った以上に武闘レベルが高くなりやすいなっていうのは俺は思ってて、うん、このバウンスシャッセのおかげ、このバウンスシャッセって要するに武闘レベル全体10じゃん。武闘レベル全体10ってどんぐらいなんじゃいって思ってたんだけど、まあ実際に蓋を開けてみると使いやすかったっつう話だな。まあそこまで、まあ割とこういう形とかは95フルオートだったら、いやどうなんだろう、コルルの耐久力にもよるんだけど、まあいけると思うんですよね。なんかそれっぽいちょうどいい敵いるかな。シバとか負けそうなんだよな。コロマグ HL とかだったら負けねえかな。あ、ワンチャン、いや敵によるんですけどね、今回かなり攻めた攻撃寄りの編成を組んでしまったんで。で奥義オフフルオートですね、奥義オフフルオート、フルオートで奥義オフで初手でシャルウィーダンスだけ使って、あとはよろしくお願いしますっていうパターン。これがだいたいまあ15、6ターンとかで敵をしばけるんだったら割と綺麗に決まるんじゃないかなと思ってて、あ、15、6ターンじゃないわ、8、7、9ターンぐらいかな。うん、まああのこのなんだっけ、バウンスシャッセが上がるタイミングがだいたいそんぐらいな気がするんで、バウンスシャッセ上がりました、とどめを刺します、終わりみたいな形を組めるのであればかなりいいんですけど、あのゼタのアビリティとかの最高度系のアビリティがあると、もう武闘レベルがね追加で溜まるんだよね。そのあたりは より偉いなと思いましたね。まあ水属性だったらあんまり生きる感じはしないけど、例えばだけどガウェインとかの光ガウェインとかがいる、光属性とかであれば結構熱いかな。ちょっと待って、強すぎるわ、ちょっと待って、自分が強すぎてあのバウンスシャッセが使えませんねこれ。ただね、敵が、自分が死ぬとね、武闘レベル全体10消費っていう条件を満たせないんだよね。これ強くない？そう、奥義オフフルオート、ボールルーム効果オンっていう形にすると、全体の連撃を上げながら敵をこうやってしまう。早いな。いや、早いな。そう、これがあるから、ちょっとじゃあ、ボールルームなしでいこうか。ボールルームなしでもう一回コロマグ HL やってみよう。そしたら多分ちょうどよく敵しばけそうだったんですけど、まあ武闘レベルが思った以上に高まりやすいし、で武闘レベル自体も味方全体の連続攻撃を上げてくれるっていうところはすごい優秀な部分だと思いましたね。まあ結構やっぱ連撃がきつい。例えばだけどカリオストロ、今回の編成であれば水着カリオストロとかって、あ、防御弾外した、あ、でも下か、腕だけか、
連撃系がサポートアビリティとかが強いけど連撃がなーっていうキャラクター、 また光属性を例に出すけど、あのジャンヌダルク、リミテッドジャンヌダルクとかそのあたり顕著でしたよね。すごい強いけど、サンガビすごい強いけど、でもやっぱ連撃が足りてねえからきついよなーっていう流れあったと思うんですけど、この武闘レベルによってそのあたりの連撃部分の確保っていうのもできるようになってるんですね、うん、なのでまあそのあたりの、まあ、連撃装備を入れてた部分っていうのを火力装備に入れ替えることができるとかね、まあ、そういうメリットも考えると熱いなというふうに思っております。水属性でいうと攻撃回数をがっつり増やすことができるから、サポートアビリティで30回攻撃上げてると敵味方の、あ、じゃあ味方の攻防累積だろ、ワンターンに30回以上の攻撃を行っていると味方全体の攻撃アップっていうサポアビがあるんですけど、このサポアビがアバウンシャス発動したね、うん、今ので奥義オフボールルームなしで、だいたい6ターンぐらいかな、まあ、だいたい6ターンぐらいでこの爆発力を生み出せるっていうような感じになってるような、まあ、さっきボールルームあった状態だったらこれでしばけてたんだけど、まあ、だいたいターン6の状況で今の動きができたわけですよ。となるとね、これでその後次にゼタのニアビ上がるわけでしょ。でゼタのニアビが上がってトリプルアタックはいける。じゃあターン7だよね。ターン795減るってだいたいターン7ぐらいだと思うんだよな、うん、多分だけどね、だいたいターン7とか8とかで敵をしばくような状況に持っていくと思うんだけど、95減るでこれはぶっ刺さってると思う。ちょっとじゃあ今のトライアルでやらして、今のトライアルでヴァルナ編成でこんな感じで奥義オフフルオートでボールルームオンにしてみましょう。ボールルチャルウィーダンスオンにして、7ターンまでしばく。ゼタのニアビが上がるとこまで敵をしばいてみます。はい、そしたらね多分 1.3 億 1.4 億ぐらいになってると思うんだよな、うん、と考えると、まあ、次回の95ヘル水有利古戦場では割とこういう形はあるんじゃないかなと思ってます。まあカエル候補としてはコルルですね。コルルが落ちると武闘レベルがなくなるんで、コルルが落ちるか落ちないかっていうのはわりかし重要な要素になりそうな気はする、もしコルル入れるならね、まあ、だからコルル、あ、 HP が減る代わりに火力が高いですよみたいなキャラクターの位置はちょっとマスカレードによって95減るまでの敵であれば少なくなんか揺るがされたような気がしなくもないなと個人的には思ってますね、うん、まあでもやっぱ連撃系がないと、やっぱカリオストロもね今武闘レベル7なんですけど、まあ攻撃回数によって、武闘レベルの差が出てくるよっていう感じになってるんで、まあこの辺りはやっぱもともと連撃がたくさんできますよみたいなキャラクターの方が優秀だなっていう感じはしましたね。まあちょっと水着カリオストロは少しだけ連撃に難ありって感じかな。これで7ターン目か。バウンス射精使えてないですね。これはちょっとカリオストロの連撃がなかったんで、ちょ最後にじゃあここで締めてみようか。まあゼタの3アビでかぶっちゃうんだ。これはちょっとカリオストロの連撃回数が足りてなかったっていうような感じなんですけど、まあ今これで8ターンでしょ。これで8ターンの殴り、多分 1.5 億、 1.5 億いってると思う。すごい 1.84 億まあこれで 1.84 億ですよ。多分でも連撃運が悪かったですよね。そのバウンスシャッセのターンの上がりが遅かったじゃないですか。ターンの上がりが遅かったんでゼタの3アビの最高度と被っちゃったっていうことは、まあ、ゼタの3アビって被るんですよね普通に。だからターン進行時の行動3回になるじゃなくて2回になっちゃうんですよ。だからちょっともったいない動きをした今ので 1.8 億、多分7ターン、6ターン7ターンでしばくことになると思うんですけど、奥義オフでも、まあ、マスカレードはそこら辺すごいぶっ刺さってるなっていうような印象がありました。うん、まあコルル変えるんかね。まあコルル変えるにしても誰入れるんだよって感じはするんだけど、まあちょっと
マスカレードによって今までの95Hz までのフルオート環境は少なくとも変わっていくのかなっていうふうに思ってます。まあ、シャルウィーダンス推し型とかは、まあ、今後ね、まあ、まあ実際早いしみたいな感じで認知というか、まあ、広く受け入れられていきそうだなっていうふうに思うぐらい、ちょっとマスカレードにはパワーを感じちゃったっていう話でございました。そんな感じでね、マスカレード、俺の中の評価としては、まあ、フルオートは少なくとも強いよね。 150Hz でも一応考えてる人はいるみたい。バウンスシャッセがまず強いし、あとフィールドのボールルーム効果も強いから、まあ、この2つのアビリティをぶちかまして、なんか 150Hz でいうと 50% から 35% までぶっ飛ばしていくみたいな、まあ、そういうような動きを考えてる人は多いかなっていうような印象でしたね。まあ蓋を開けてみないと分かんないですけど、少なくともまあ俺の浅い知能では、まあ、95は変わるかなっていう。プロトバハムートも変わったしね、まあそういうことはあるんじゃないでしょうかっていうところです。皆さんもね、まあ、もし俺はこう思ったよみたいな感想あったら、ぜひともコメント欄に書いてください。それじゃあまたお会いしましょう。最近新ジョブが立て続けに発表されて、所持 LB が減って少し嬉しいミザでした。じゃあね、バイバイ。